こんばんは恋愛婚活スタイリストのジュリです今日も youtube をご覧になってくださってありがとうございます今ですね概要欄から line のお友達を募集してます youtube では話さない深いお話をさせていただいてますのでぜひお友達になってくださいチャンネル登録の方もお願いしますでは今日はですねモテくんが改ざんする印象操作というお話をさせていただきたいと思います で人の印象第一印象ですね。第一印象っていうのはだいたい。まあ諸説あります。けれども3から7秒で決まって、それが半年ぐらいは続くって言われてるんですね。なので、印象第一印象をどういう風うに思ってもらいたいかっていうのを。 んは印象操作をしてるんですね例えば、えー、自分は仕事ができるように見,見られたいって思うんだったら仕事ができるように見える服装振る舞いって何だろうって考えてそこに自分を当て込んでいくんですよ。じゃなくてこういうふうに見られたらモテるだろうっていう人を頭に思い浮かべてその人と同じ格好とか振る舞いをするんですね。逆ななんですよ今の自分がどうううううかってていうんじゃなくってこういうふうに見ら 見られたい、こういう人がモテるじゃあ自分は祖父になっていこうっていう風に印象操作をするそれだけで、えー、見られ方っていうのはかなり変わってきますので是非やってみてくださいではですねメルマガから5つの動画をプレゼントしてますので是非受け取ってください概要欄から LINE のお友達を募集してます YouTube では話さない深いお話をさせていただいてますので是非お友達になってくださいメルマガ LINE そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いしますではここまでになりますありがとうございました